泉市立図書館は大阪府泉市の公共図書館群。市内に泉図書館、シティプラザ図書館、北部リージョンセンター図書室、南部リージョンセンター図書室、虹の図書館の敬語館を要する。市では子どもの読書活動推進計画を策定しており、乳幼児向けとしてブックスタート事業などを行っている。また、児童とその親子向けのスクスクタイムを 定期的に開催し、絵本の読み聞かせや手遊びなどを各図書館で実施。ボランティア団体も複数活動しており、読み聞かせのほか、工作教室や人形劇の催し、展示図書や録音図書の作成なども行われている。2011年3月20日、泉市府中町にオープンした複合商業施設、府中類泉内に開館した。前身は泉市立図書館。 2003年4月27日、泉市いぶき屋にオープンした文化施設、泉式プラザ内に開館した。2015年7月4日、泉市ふと町にオープンした文化施設、北部リージョンセンター内に開け出した。2008年7月20日、泉市ふつなみ町にオープンした文化施設、南部リージョンセンター内に開け出した。 2001年5月1日、泉市白田町の文化施設 UU プラザ内に開館した。ありがとうございます。